個つかつになりました。すいません。すいません。どうもポルダンですよ。ということで、2年住みましてこの家、めちゃめちゃいいマンションでございます。はい、皆さん分かる通り、俺初めてここに住むってなってね、こんなすげえマンションあんのっていうぐらいびっくりして、しかも広いし 3LDK でね、とんでもないマンションに2年間住ましていただいたんですけども、はい、今月をもちまして引っ越すことになりました。まあ理由はですね、ちょっと今言えないんで、最後の方に説明したいと思います。ということで、ちょっと最後思い出に引けるために、この家で一番お世話になった場所にちょっと出迎えて、お祓いしていきたいと思います。つまた、はい、ということで、俺 YouTuber で一番玄関を利用してる人だと思う一番玄関にお世話になった YouTuber と思います、はい。この空間で、この正面、そしてこの黒映えする、大理石の玄関、めちゃめちゃご飯が映えるねっていう理由で、はい、食べてましたね。ということで、いや、この玄関ね、すごいお世話になりましたんで、いや、なんかもう、次行くところはね、まあもう決まってて、引っ越す準備もうね、家具とかも全部入れてるんですけど、すごいところになりましたんで、さらに。じゃそこはまた別の動画で出したいと思います。次の動画で出せ、はい、おちまんぴということで、まあ、このソファーも全部処分することに なりました。何が起きたのっていう人いるかもしれないですけど、まあ、普通にちゃんとした理由なんですけど、まあ、ちょっとね、レイナさん同棲してるから、ちょっとレイナさん来るまでちょっと話したいと思います。はい、ということでね、最後になりますんで、この家のこのリビングから見えるこのリビング25畳ぐらいあるんで、30畳あるかな、全面ガラス張りでございます。カーテンまるでなし、夏にフルチンで窓ガラスにこうやって貼り付けるのが本当に好きで、それもできなくなるということで、最後に窓ガラスに巻いたということで、最後こちらのリビングから見える超絶景の景色を見せたいと思います。はい、はい、住所特定見事に白飛び、見事に白飛びしてくれました。素晴らしい。ということで、目の前に何々ビル、そして東京のど真ん中なので、全ての街並みが見えます。なんだろうな、静岡の方まで見えます。なんだろう、目の前が富士山でございます。最初来た時マジびっくりしたもんな、朝起きてうわーってさ見たら、え、富士山目の前でかっみたいな。玄関出たら音楽鳴ってるってなんやねん、これ。こんな通路あらへんがな。前夜帰ってきた時、天国と地獄の音楽流れてきて、すげえ早足になっちゃった。プラネタリウムかい、ここ。プラネタリウムのオープニングかい、ここは。池袋のサンシャインのところかい。はい、ということで、そろそろ引っ越し理由をお伝えしたいと思います。引っ越し理由は契約期間が過ぎましたそれだけの理由です2年更新で、俺ちょっとね、はじめ社長さんとの動画がバズりすぎて、俺ほんと胸痛くてうわと思って、俺本当胸痛すぎてやばかった。なんかこれからね、はじめ社長さんがこれから近くて友達になれますねみたいな感じで、すげえさ嬉しくて、その時も確かにと思ったんだけど、実は2週間前に契約終了の手続きしましたそんなことあると思って、2年間きっちり住んで、2年間目の契約終了で、はじめ社長さん隣にいてコラボして、これからもしかしたらっていうところで、俺ここ出なきゃいけないいや、もうね、持ってるよね。ある意味持ってるな、みたいな。契約終了に2年だったから、手続きして、出ますと。そういうことをね、やってしまって。いや、それがもう一番の理由なんですけど、まあ、それに至る理由がもう一つありまして、じゃあちょっと、本日のメインゲストをお呼びしたいと思います。じゃあ、ちょっとお呼びしますんで。じゃあ、本日のゲスト、はい。我が姫、レイナさんでございます。
お願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。何の回でしょうか。だから俺本当にショックというかマジかっていう感じで、ね、隣がね、あの、はい、であの動画撮ってる最中にはもう契約手続きしてたと。だから俺もうコメント見てて心が痛くて、マジで出会ってすぐ別れるみたいなね、なんですけど、実は一人の男性に付きまとわれてたと。結構ね、まあ動画では言ってないですけど、そのちょいちょいなんかストーカーみたいなことあってて、結構悩み受けてたんですよ。でどうしようどうしようみたいな。でそれがまあ 2,3 ヶ月前ぐらい でちょうど契約更新過ぎるから、じゃあもういい機会だ引っ越すかっていう感じで、はい、まあ家にもね来られてないし、まあ、もちろんセキュリティがすごいからここ、そんな家にピンポンとか来れないんですけど、何いい人ではないっしょ別に。あんまりね、そうね、やっぱ付きまとってるのは良くない。だストーカーの人とかってストーカーって自分が気づかないっていうからね、だから多分いい人とか好きすぎて恋がありすぎてなんかもうその人追っちゃってるみたいなのが結構あるみたいなんで、まあ、だからそういうのもあって、まあ怖いからね、言うて何が起きるか分かんないんで。いろいろありましたねこの家も。なんかいや、いろんなドッキリをレイナさんに仕掛けてね、まあ広いからさ、いろんなことできるからさ、いやお世話になりましたマジで、はい、また次の新居で、うん、思い出を作りたいと思います。はい、知ってる？ここさ、あのほら、はじめしゃちょーさんいるじゃん、はい、100万人超えの YouTuber さんもう一人いる。ガチで、マジで。そう、あの、ほら、もの、あの次のところは、はい、皆さんもっとすごいところなんじゃないかと、うん、期待してると思うんですけども、はい、ある意味すごいでございます。はい、そうですね、はい、まあちょっとね、まあ、2人今後も考えて、まあちょっとね、まあこの家さ、素晴らしすぎて、ね、文句のつきようないんだけど、無駄な、あの何、ホスピタリティ多くないっていう。多い。まあ無駄な、こんなにもしなくてもいいよねってところがたくさんあったから、うん、そうです。新しいお家はすごいですね。新しい家はマジですごいです、うん、ここに来てその家住むっていう、うん、俺は正解の道だと思ってたから、これが、うん、一回やっぱこういう味わったから、もうね、次はもうそこでしょっていう、十分なんか見合った感じで、自分たちのいい感じのところに、はい、そういうことでございます、はい、ということで、じゃあ引っ越しすることになりましたというね、はい、まあ大したことない報告なんですけども、うん、ということで、はじめしゃちょーさん、バイバイさよなら元気で東京で過ごしてください。まあ近かったらまたお会いしましょうということで、ちょっとビデオでね、まあ、あちらも忙しいから、はいはい、ずっと静岡とかにいるみたいで、だからそもそもそのコラボでパンパンとかできないんだよ。そうそうそう、だから俺もちょっと恐縮で、あっち超大物だからさ、なんかコメント欄温かくてさ、なんかこれからいっぱいバンバンコラボしていけるじゃんみたいな、はい、俺からしたらちょっとね恐縮すぎて、であちらも忙しいから、うん、ということでありがとうございました。